Alright, so we're back. Reason for anonymous call. Well, let's do play then. Angelo. My rookie mon. Neptune. I'm gonna go with Neptune mon. All right, yay. Monkey business is like a funny one. I'm just going right in the path now. なんとかなったね。Middle, he doesn't use yoga. What? He uses yoga? It's
just win. Yeah, I guess it's the third one who doesn't use it for martial arts. Well, no, he uses Burning Fist. He does use... What? He uses Burning Fist, though. This game is rigged. Hacker rank up! We are now high level hackers, sweet.
でした。いっけWhich way did he go? I'm gonna go the other path that you went. See what that is. Nothing. Okay.おとなしくしてな。いっけ。なんとかなったね。Damn, bro, what the hell is that mean?
Dr. Datamon's new challenge. Fade to black. なんとかなったね。 So I think I have to hold this one. There we go. さあ、行こう。
なんとかなったね。私だ。お互いアンダーゼロの騒ぎには巻き込まれずに済んだようだな。さすがは私がビジネスパー小坂明を倒したと聞いたよ。おめでとう。これまでの情報提供の謝礼代わりに時間をもらおうか。まだ私を疑っているのであれば。だが小坂のところでは見つからなかったのだろう。待っている。ダンダンダーン。本当I guess I'll go. よく来てくれた。紹介しよう。誰だ。元デモンズのメンバー。ジミーケンが敗走した後、ザクソンによるデモンズの残党狩りにアンダーゼロの騒動に巻き込まれずに。ここからがデモンズの再出発。愚かな指導者エデンの守護者を拾うサクソンの番組であるだが、膝を折るのはまだこの私だ。ついに私たちの時代がやってきた。どうだい、ジミー・ケンのようなまがい者の伝説では。この前の話の続きをしよう。答えが出たか。なぜ君はアパンドを狙い、私はそれを確かめる。What? 君は私だからだ。君は一体何者だ。なぜそう断言できる。エデンにログインし、記憶を改ざんされているのだとすれば、自分が気づいていないだけで。これは特製の電磁の檻だ。精神データが君が何者なのか、白状するまでそこにいてもらう。私以外の私に、これ以上余計なことをされても困るしね。バルアガキはしないことだ。そこでは一切の通信も遮断される。何、もし一生出られなくても現実世界ではエデン症候群として処理されるさ。君に本当に肉体があるのだ。ええ、俺が
丈夫？何してるって？だからずっと背中にくっついてた。私とあんただけの通信。ああ、そっか。そういうこと。計5時間。また一人で動いた。私がワームモンを送ったからよかったの、正直。ちょっと待って。今、計はエデンのマップを書き換えて檻を生成してるの。デジモンを遠隔操作した件とはね。どうして今まで？何？前にも言ったでしょ。納得できないなら、ワームもやった。はーい。これがエデンにあるエリカの。私たちだからできる。自分の記憶に自信がなくても他人の記憶の中に自分の記憶が当てにならない気持ち。岸辺が言ったように、私はゲッ。でも君は違うでしょ。エデンにいたって感じるはず。あの椅子に座って、どう？終わったよ。さすがエリカ。話しながらハッキングも済ませてたなんて。当たり前でしょ。普通の人とは処理速度が違うもん。またあ、てめえ逃がしたら俺。まずい。ケイに連絡されると厄介だよ。おとなしくしてな。いっけコミュニケーション。あ、でも今メモリや。そいつに任せて。うわ、なんて、しかもなん。エリカに座って改造した粘着性の電磁的なものを撒き散らし、敵を記念すべき初を広める。みんな大好きじゃん。さあ、ここは言い切りなさい。K の正体なんて数ヶ月前に突然現れて、いつの間にかジビケンの俯瞰みたいな地に収まってたんだ。本当にな、K は失敗したやつにはマジで容赦ねえんだ。本当に何も知らないに任せて。そいやぶやエリカ危険だね。そうじゃなくて、エリカが言いたいの。君のアバターを持っていた K こそ君のアバターを買った本当の犯人かもしれないってことだよ。これまで K がいろんなハッカーのもとに君を誘導していたのは、疑いの目を自分からそらすためだったと考えれば辻褄。それに穂坂を倒した時、奴の様子がおかしかったって。もしかしたら穂坂も K がアバターを遠隔操作していたのかも。デジモンを遠隔操作してくるような相手だもん。可能性はあるよね。奴は犯人を倒したと君に油断させておいて、君自身の精神データを確保。何のためかわからないけど、 K は君になり変わろうとしているのかもしれない。君を消そうとしたのがその証拠だよ。本物がいなくなれば。気をつけて。な、何？そういうの。
エリカ、うるさいの。あんたはまたそうやってよ。はーい。まったくもう。あ、そうだ、刑事、メッセージを転送するね。お兄ちゃんとはまだ連絡が、この人なら、お兄ちゃんが行きそうな場所に終わったら帰ってきてね。Stuff added. So that's going to be the end of this episode. Next episode, we shall be heading to Shinjuku for Arata's Quest. So join me next time. This is Snacks signing off for now.